お前多分そろそろ自分の自己紹介した方がいい。誰誰ってずっと金髪誰ってなっとんで、うん、ちょっとアップしてみて。もう近くにいたって近くに行くっすねー。ギューンギューンって寄ってギューン。ヤッホー。お疲れ様です。お疲れ様です。どちらさんですか？どちらさんですか？いつから最近ですよね。いつからそうですね、12日から1月の12日から、はい、新しく。あ、めっちゃ最近じゃないですか。なんて呼ばれてたんですか、その友達とか前の会社の人とか。まあ、大体名字が猿あたりだから猿。ああ。猿。名字出していいんですか。いやもう。いくらも許可なしにどんどん出ちゃってるけど。どっちにしろ多分最初にニックネームつけても後々絶対名前公開されちゃう。そうです。まあ確かに。この宇宙。それは言えます。まあ、それはもう。あ、もう最初に公開しちゃうスタイルで、うん、もうそっちの方がもうなんかあってならなくていいかな。あ、まあまあ確かに。うちを知ったきっかけは、まあ、YouTube なんですか？元々 YouTube ですね。おお。あ、そうなんですか。YouTube 知らなかったですか？どうか。あんまり喋る機会がまだなくて。ああ、確かにそうですよ。一緒に現場行ってないよ、まだ。もともと足場やられてたんですか？いやもう本当に未経験なんです。あ、未経験なんですか。足場。へえー。他の職人やってたとか。他にその昔その配管屋さんで働いてて、あ、はい、その時に、まあ、現場で出てそれからって感じですかね。おお。何歳でしたっけ。今28です。28。へえー。YouTube 見て働きたいなと思ったんですか。そうっすね。なんか YouTube 見とってもうなんかみんなすげえなっていうその一言で。その一心でも電話してって感じです。すごい。それはミッチー君を見てどうですか。え、ミッチー君を見てどうですか。タイミングは。お疲れ様です。ミッチー君のとこを見てですか。寺光さんもだし、やっぱリュウジさんもだし、カンタ君も、ショウ君も、おみんな見て、やっぱ結構最初の頃からの名前なかったけど。なんかたびたびないですね。あ、忘れられてる。ちょっと忘れとってやべえと。どっから見てたんですか。何、どっから。記憶にある中で一番古い動画は何ですか。一番古いのは本当一番よく最近でも見直してるのはだいたい9ヶ月前ぐらいの。足場のやつですね。ちなみにもう9時半なんですけど、9時半で俺現場来て予定だったんだけど、一人ねミッチーってバカがいないですわ。寝坊して今起きましたって言って寝なかったんですけど、はい、何時前のこと覚えてないです。ちょっと声拾わんから。何時前のこと覚えてないです。覚えてないし、はい、覚えてないしっていうのがあるの、はい、1時、2時、3時、4時覚えてないし、覚えてないし。うっそ。え、みんな何回も見返してるんですか。まあ、どう、すげえなってこういうやり方あるんや。あ、その作業動画、作業してる動画をよく見てるってことですか。そうです、勉強みたいな感じで、まあ、それも兼ねて。なんかギャップとかありました。そういうさ、わけあいあいとした雰囲気もあれば、はい、それはカメラが回ってる。そうですね。そういうの感じなかったですね。いや、全く、そういうのも全く頭の中に意識なくて。へぇ、やっぱ未開の地だから、やらなきゃっていう方が優先しちゃう。余裕があったんです。そう思うよりも、気持ちが、持ちがある余裕が。経験とかして余裕、気持ちに余裕ある人が逆にギャップ感じちゃうのかな。やっぱりじゃあ昔の動画をもう何回も見てる。もうずっと見てます。何が一番面白かったですか。
寺水さんがわちゃわちゃしとったりとか面白かったんですけど、はい、やっぱその作業工程を見てるのがどうしてもなんかそっちにワクワクしちゃって、真面目な回答すごいですね優等生な回答で実際自分がやってても面白いなとかって感じますか？怖さはあるですけど、そのやっぱ、はい、ワクワクはそうですね。怖いってどう怖いんですか？やっぱこう揺れるのがやっぱ、あ、上とかに乗った時、そこにやっぱこう自分のその体の重心の置き方とかはっきり分かってないし、はい、どうですか1週間は1週間1週間じゃ分からないですけど今のその1週間の感想を言うと、体は偉いけど楽しい。おお、かっこいいですね。すごいですね。かっこいいですね。うん、いや今の時点で言えることってもう一日でも早く覚えて役に立つしかないですね。もうとりあえず作業の名前も変わらないもんね。そうっすね。そのやっぱ動画見てた分、あ、これは何なんだっていうのは入ってきてても実際に言われると、え、なんだっけみたいなのが多いから、1200と900間違えた初心者あるので間違える。あ、そうなんですか。1200と900とりあえず材料とか覚えて、最初は下回りですよね。投げもそうだし、根絡みに対してのすり上げの上の材料を準備するとか、そういうのが頭で手すりあと何本いる、はいはいはい、ブラケットが何枚いるっていうのを覚えて材料準備できてやっていかないと、自分で競り上げた時には分からないから、それを覚えたと。やっぱ実践経験が大事そうですよね。実践そうですね。うん、イメージトレーニング、イメトレ言われればっていう範囲でしか頭の中に出てない。さっきも呼ばれて、まあ、えってなったし、やっぱり紹介しとかないとね。そうですね、うん、まあいつかあれですよね、上達っていうか、その一人前になればまた作業動画で出れますもんね。そうです。そもそも今ですね、ちょっと気違い枠が空いてるんで、気違い枠 YouTube のそういうことです。気違いっていうことですね。はい、そのぐらいですね。はい、まあ、どんどん現場の動画も撮っていくと思うんで、はい、また登場すると思うんで、はい、そうですね、応援、温かい応援コメントお願いします。きっと彼の励みになると思うんで、はい、はい、お願いします。お願いします求人サイト、求人道場あります。あと全国の塗装したい方と塗装の業者をつなぐマッチングサイトも、あの開発、今業者しか登録できないんですけども、あの建設業を盛り上げていきたいので、ぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。全然頭に入ってこなくて新しい職人さんの応援もよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた見てね。Yeah.